ちょっと早な。ぐんちゃん、ぐんちゃん。ちょっとこれ配られるのどう思うか、ちょっと。ぐんちゃんプレゼントしようか、これ。なんすかこれ。なんすかこれってどういうこと？イケメン？イケメンじゃない。イケメン？イケメン。何枠を？可愛いランキングらしい。可愛い。こいつね、あざといよね、本当に。自分で可愛いとこ狙ってますからね。狙ってねえから。あざとさ感じますか？そう、こいつ自分で可愛いキャラで行きますとか言ってますからね、こいつ。言ってない言ってない言ってない、マジで言ってない。こんな顔してね、もうやりますよ本当に。言ってない、マジで言ってない。これ可愛い風や、ほらほら可愛い風。うれうれうれ。可愛い風。可愛い風。マジで何も言ってない。なんか笑えてきます。これ人。ちょっと色いやろ。これあの。他の選手もあるんですけど。あ、ここは、待ってください、待ってください、これですね、これですね。あーは、ほら、絵になってらっしゃる。もう神々しい。ひどい、ほら。ひどい、ひどい。イケメンコンテストのなんかさ、ちゃんとさ、意味を 見直さないと。僕は何も知らないです。いや、これは置いとこう。しんのすけは置いとこう。あ、まあ、やなぎ最後の秋はね、はあ、なんか僕は青になりました。なんとも言えませんね。この来場者にみんなに配られるんですけど、はい、これがランダムで、ランダムですか、はい、まあこのハズレを引かないように絶対俺でしょ俺みまあでもこれに関してはファンが選んだんで、僕は何も言えないですよ。まあね、ね、でもファンの皆さん騙されないでください。こいつ戦略的あざとさですからね。狙ってますから気をつけてください。なんか感じるエピソードとかありますか？エピソードっていうか、なんていうかな、なんかこうやって言ってましたよね、なんかイケメンコンテスト可愛い部門狙ってきますみたいなこと言ってましたよね、こいつ。言ってません。言ってたよ、俺なんかで見たもん。言ってない、ちょっと選ばれたくないので他の人でお願いしますって。実は僕面白い部門狙ってたんですけど、あのちょっと活躍が足りませんね、まだ。僕じゃ面白いと思う。僕面白い部門でずっと投票してます。面白い部門誰でしたっけ？柳さんと娘さんでね。そうですね。あ、そこにはちょっとかなわんな。いやでもやっぱりね、慶応ボーイなんで。慶応ボーイじゃない、やっぱ慶応は頭もあるんでね、面白いことパッと出てくるからね。無視素敵。絵になるね。ほんと絵になるの、これ。これは当たりでしょ。いい匂いするよ。いい匂いする。比べるな。感じる感じがね、全然ちゃう。あ、気持ちいい、涼しい。気持ち悪い。気持ち悪い。あの、グニさんよくあの密告というか、岡林さんのエピソード教えてくれますけど、はい、最近のは何かありますか？最近ですか、なんだろう、何かあったっけ。何もない。何だろうな。何もないよ。密告か。最近あんま面白くないんだよな、こいつ。でもなんかこうひょうひょうとしてるじゃないですか、こいつって。でも結構打てなかった日とかもう露骨に顔に出るタイプなんで、あのファンの皆さん優しくしてあげてください。打てなかった日は特に。そんなに出ないですよ、元気出してますよ。打った日はすごい元気なんですけどね。いや、それは嫌だな、それは嫌だな。それ嫌な人じゃん。いや、もうそうじゃん。なんか気にしてませんよみたいなタイプに見せかけて、実はね、あのハートちっちゃいっていう。それはもう自分でも思う。そういう時こう郡司先輩はどう接するんですか？茶化します。あんま元気ねえなっつって。元気ありますよ。これでもね、結局
最終的に一番上にしてくれるんやね。優しいよね。おい大事に扱ってくれ。さあ、あもうアップ行くんよ。僕もアップ行くんよ。こんなね、なんかコントしてる場合じゃないの。ミーティングなんだ。ありがとうございました。今年の見どころは、なんといってもドラゴンズ愛を表した大きなハートです。今年の見どころは、左腕にあるロゴがポイントとなっています。6月4日土曜日ソフトバンク戦、8月27日土曜日阪神戦にて、当日の観戦チケットをお持ちの女性来場者の皆様に入場ゲートでお渡しします。私のドラコユニフォームは、名古屋芸術大学ビジュアルデザインコースの学生さんたちがデザインしてくださいました。チアリーダーのファッションをイメージしたカラフルなデザインで、若い世代の皆様だけでなく、より多くのファンの皆様に着用していただき、応援する一体感を出していきたいです。私たちもドラコイプレゼント日はグラウンドで着用します。一緒に一丸となってドラゴンズを応援しましょう。当日のご来場お待ちしております。ガルツシーズジェ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 イ。いや、2面勝ったわ絶対。ガールズシリーズ見に来てね。皆さん、昨日試合中ベンチの空気お葬式のようになってました。わからない、それじゃダメです。お前やろ、お前やろ。行きましたゴール、行きましたいきますよ、何もないっす。痩せた？はい、10キロ痩せました。これがまさしくミートボールです。うまい。